こんにちは、まゆきちです。はい、今日はメイク動画を撮ってきたと思います。一応よれないメイクっていうことで、夏場、まあ、これから暑くなって汗かく時期なので、そういう時と冬はやっぱ若干メイクの仕方が変わるので、ちょこちょこポイントでよれないのを意識するのを取り入れながら、まあ普段の私の毎日メイクで撮っていきたいと思います。ではスタート。はやりかさんのヘアクリップやばい、ニキビが。ちょっともう昨日ね、撮影だったんですけど、あの本業の方の感謝をビャーってこう浴びたらニキビできちゃって、多分ここに誰か男優さんのちょっとね、まったりやってきますよ。これね、まあ、最後にまたリップ紹介するんですけど、マキシマイザーの一番濃いやつなの、マボガニーとかいう名前の。これはもう絶対持ち歩いてる。うん、何色に重ねてもいいし、これだけでも結構ね、自然なブラウンなのかな。これはもう2本目リピートしたな。はい、2種類持ってきたんだけど、どっちもクレドポでも夏はやっぱこっちの方が SPF が多いから、もうこっちの方がいいんだけど、よれなさで言ったら私はこっちの方が好きかな。ロワールコレクチュール N っていう、全身しか本当に塗りません。でもこれあんまトーンアップはしないんだけど、すごいいいよ。本当にこれは超おすすめ。目の伸びが、もうほぼこれがファンデ代わりにしてることがほとんどかも。ディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラー。まあ色いっぱいあるんだけど。有名なやつですね。有名だよね。そう。有名だよなと思って買ってみたら、やっぱりすごい良かった。こうできそうな。これがほぼファンデ代わりかな。でもこれはほんとおすすめだわ。もういい、ほんと伸びるし、これもう絶対なくなったらリピートするな。すんごい気になるとこ、でもこいつよれるんだよな、カバーするけど、っていうコンシーラーのこの超有名なダセムのやつ、はい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 、これはめっちゃカバー力あるけど、やっぱね浮くからあんまり好きではないんだけど、やっぱもうこのシミが浮き出てきて、最近年齢なのか若干ね、ちょっとで、あと乾かすのちょっと大事かも。このよれるなーっていうコンシーラーちょっと置いとく。これメイクさんもしてる人結構多いかも。パウダーはこうやって有名ですよ、ね、そうそう、超有名なやつ、めちゃめちゃ有名。これね、ブラシの方がいいわ私には、で最近気づいた。もうのせすぎると絶対崩れるから。あ、逆に、そうそうそう、もう少量、全体的にじゃあ全部少量ってことですか。うん、よれないというか、よれた時に綺麗だと思う気がするよね。でも最近ブラシにしたこのパフはほとんど使わなくなったな。全然違いますか、やっぱ。うんうんうん、なんか乗せた時はなんかそんなに大丈夫かなって感じなんだけど、あ、後々なんかちょっと時間が経ってくると、しっかり パフで乗せた時ってこう皮脂が出てきた時になんかベターってなんか汚くなってる気がするんだよね。これもこれはイニスフリーのブラシを今使ってるんだけど、小鼻の赤みポーラのこういうタイプのパウダーのコンシーラー、これもねずっと使ってる。これも絶対なきゃダメな必需品かも。この赤みも絶対消すな。このポーラのはパウダーだから、パウダーコンシーラーだからめちゃめちゃいいと思う。これもね、よれにくいし超おすすめ。あれ前も使ってたかな。眉毛はね、ちょっとアートメイク入ってるから、まあもう綺麗ですもんね。セザンヌのこの超極細アイブロウの色変わった気がする。これめっちゃ細くて眉毛極細ですね。そうそう、ちょっと足りない部分を、よれたくないに特化するときはこのね、ケイトのこれ私ダブルライン描いたり涙袋の線描いたりいろんなところに使ってるんだけど、これは
寄れないかも。プールとか行くってなったらこう眉尻とかをこっちで描くかもしれない。眉マスカラもケイト、やっぱこれに戻るな。ちょっとあソフトブラウンって書いてあるけどちょっとオレンジっぽいのかな、まあ、髪色は合ってるけど、うん、私どっちかっていうとちょっと眉毛の色薄めの方が好き で、はい、でまあ、髪色暗くすることもあんまないんだけど、髪色よりかは絶対明るくなるように、なんか何でもいいんだけど、なんかこういうピンク系のアイシャドウのピンクを若干こう、まあ、今私髪色がちょっと赤みがあるのもあって、こう、ね、眉毛になんかピンクを足すとなんかいいらしい。チークとかでも何でもいいみたいなんだけど、で今日忘れちゃったんだけど、あのエニスフリーの超有名なお粉あるじゃん、パウダー、はい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 、あれをこの 目周りにこうビャーってのせる、あとこの眉毛ここら辺、テカリやすい心ここら辺、あれをこうちっちゃいブラシにとって、こういう溝とかもこうポイントでアイシャドウのせる前にここの今スキンケアがまだ残ってるここの油分をあれで飛ばしてからアイシャドウのせるとよれづらい。あの夏場とかは絶対マストでやってるな、アイシャドウね。なんかほんと一周回って最近このクリオに戻ってる。その腕もイニスフリーですか？これはね、あの旅行用でいつも持ち歩いてこのシャネルの細いぶっといがついてる、めっちゃ塗りやすそう。これね、うん、いい、やっぱいい筆っていいよね。すごいずっとこう柔らかいし、のせやすいし、広げやすいし、あと混ぜやすいしっていうあるよね。目の際からこう横に目を広げたいので、うん、まあ、濃いめのちょっと色を取ってこっちに広くのせる。ナチュラル涙袋もこの2つかな。ラメ入ってないやつですか？これね、うん、ほとんど入ってない。細かいちょっとパール入ってないのかな、ほぼ入ってないね。もうちょっとちょい今塗り終えてまつげタイムに入ります。これが長いな、こっからが、ね、確かにいつもめっちゃ上がってる、まゆきさんのまつげ。ほんと、うん、嬉しい。そしたら固めます。レーガンスイーって言いますね。ね、もう有名な有名なやつです。するかって、でもこのさ下地塗りすぎるとさもう全然パキパキになっちゃってさ、なります。マスカラが乗んないから、うん、もうねまつげも落ちるのはしょうがない。粘膜はキャンメイクのこのクリームクリーンタッチライン、うん、ずっと使ってるもん。ですよね、これ超描きやすい。これは粘膜だけど、ね、はい、で横っちょはケイトのこのこれもだから私ずっと好きって言ったのペンテルと共同開発そうこれでもさ落ちにくいアイライナーってもっといっぱいありそうだけど探せば、やっぱどっちかっていうと描きやすさ重視しちゃうからな。アイラインとか特にそうですね。ねー、でダブルライナーを引きましたっていうのこいつで、これもね絶対引いてるな。太い幅を伸ばす。これ本当何年も使えるな。うん、今のところ、うん、引きました。あ、じゃあまつげ塗りますか。マスカラまず2種類使ったんだけど、最初に塗るのがこのキングダムってやつ、ダバカンカールマスカラっていう書いてあるわ。これは結構大きいかな、綺麗になるように。あ、これだからべったりつく方ではないんだけど、タバカン本当にそのままタバカンを結構作ってくれるから、もうマスカラも黒でがっつり肌な。うーん、乾かしすぎる前にまたこのつまむ作業がこのキングダムはこのつまみやすい束を作っといてくれるっていうイメージだな私の中で。こっからこれだとまだボリュームが足りないので、あ、出た出た、うん、出たって感じだよね。でも これがやっぱ一番出るボリュームが、あとこれは多分下まぶたには合わないね。もうあのほんとついちゃう。これはもうみんな口を揃えて言ってると思う。
ミルクタッチすごい付きとかいいんだけど、乾くのが遅くてすぐついちゃうよねって、でもいいよねってメイクさんもよく言ってるの聞く。クロスですか？もうなんかシェディングなんか何でもいいんだよ、茶色系とか使い古したやつ。それどこのですか？これなんだ？これなんだ？ペリペラって書いてあるわ。ノーズのこだわりは？ノーズ、ノーズもね、なんかね、前まであんま引いてなかったんだけど、ちょっと立体感欲しいなと思って、なんかね、こう直結して引くんじゃなくて、こうなんかハの字に引くみたいな、なんかどっかに書いてあったんだよな、なんかの誰かのなんかのどっかにそう、誰かのどっか。でもまあ雑、全然この辺雑。ライトもね、2種類使ってるんだがね、ここがね、クレドポのこの有名なやつ、ギランギランの。そう、これはもう白くなるみたいなハイライトで、こっちのマックのエクストラディメンションスキン、待って、これもうマジ何年使ってるの全然なくならないんだけどそれなくならないでいいね、そう本当にそう、ダブルクリーム、これはツヤを出すハイライトって、なんかこうなんか白く発色させたい時はこっちの、なんだっけ、あのクレドポーの方を使って、顎とかもまあちょっと白くさせたいから、この辺もちょっとで、こっちは本当なんかツヤが出る、色というよりツヤが出るから、この辺なんかなんとなく自分でちょっと場所によって使い分けてるかも、まずね、下の粘膜に沿って、これはキャンメイクですね、茶色いライン描くんですよ、私ここのヒートブロー、慣れてる。そうそう、ここにめっちゃうまい。したらホットビューラーでまつげを下げます。そのホットビューラーはどこなんですか？これね、すんごい昔からある有名なハリウッドアイ、なんていうんだろう、でもドンキとかにもういつも売ってるような、でもこれよりもね使いやすいホットビューラー多分絶対あるんだけど、でもこれ古すぎて勝手にさ上がってんのポーチの中で、で勝手にあったかくなって勝手に充電なくなっててちょっと最近イライラしてるから、ちょっと変えたいな、新しいホットビューラーに。ほんならさ、私の三角ゾーン、エレガンスのこのアイシャドウなんだけど、もうやばくね、もう何にもないのに使う、そこが見えてる、そう割れて、そこ見えしても使ってるんだけど、これね自分でカスタムしたのよ。ああ、決めれるやつですか、中が。いや、決めれないんだけど、はい、こっちのパレットのこれとこっちのパレットのこれを組み合わせたいってなって、どっちも買って自分でベラッて剥がして、すごそう、くっつけたので、こっちのね左の色が、だからさ、こう頻繁に言ってもさ、これ存在しないの、このパレット。そう。こっちの色がめっちゃ涙袋に使いやすくて、逆にこっちは三角ゾーン直しやすい色。だからこれだけを持ち歩いてるのね、普段。さっきまで、こう、アイラインを、下のアイライン引いたとこからこう、伸ばしながら、食べ物みたいな感じなんだけど。あとさっき引いた、そう、ちょっとダブルラインを少しこの残ったやつでなじませて、下まつげを塗りますね。これもさっき上と一緒、そう上の一番最初のキングダムを、これもね黒目の終わりぐらいまでかな、この全部塗らない、黒目の、そう8割ぐらいの毛まで塗って、このでかいのでやるとベチョンになるから、この中身は一緒ですか？中身はねほぼ一緒なんだけど、見てこの細さ、すごくすごいよね、もう見えない。そうだからこいつはすごい持ち運びやすいから、すぐこう足せるからさ、これもここぞって時は絶対持ち運んでる。下間のねこの端っこだけ私こちょん4本ぐらい描いてるんだけど、そう、それを書くから ここまで全部塗らないようにしてるみたいな。あ、そういうことだったんですね。そう
あいつとの今日疲れてるから手が震えてもかけないか。これ最近好きで使ってるアディクションだ、ザ・ブラッシュパール。これもさめっちゃ可愛いんだよ。可愛い、ちょっと塗るねもいいよこれで。あー綺麗。しかもさなんかツヤが出るの、めっちゃ可愛いよねこれ色。いい、めっちゃ可愛い。リップちゃんはね好きなのがあってもう超ドハマりしてる今リップがあって、まあだからもう一番最近使ってるなっていう2つ持ってきたんだけど、まあこれとそのディオールのバボガニーと、うん、これめっちゃ好きな色なの、ラカのね、これのねボーイって色なの、202のオレンジっぽい茶色っていうよりかはちょっと何やばいな、紫、ちょっと紫が入ってるみたいな、うん、これねすんごい保湿もされるしこのシリーズめっちゃ好きなんだけど好きな色がこれしかなくてねでもこのボーイも3本目ぐらい、でもっとはっきりがっつりって時はそこれにこいつを足すんだけど、この2本はもうね絶対持ってるかも最近は。で、完成かな、完成ですね、大吉の完成、あー完成しました、完成したどこが、どこが大吉さんになるポイントなんですか。あ、でも意外とこのやっぱ三角じゃない、そんな気がしますね、うん、三角引いた瞬間にやっぱガッと印象が変わるよね、まつ毛もやっぱ綺麗、うん、嬉しい、はい、こんな感じでメイク完成しました。少しでも参考になったら嬉しいです。今日も見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、コメントぜひお待ちしてます。おすすめのメイク道具とかあったら教えてください。以上、まえきちのメイク動画でした。